車も動いてしまっていて、はい、僕だったら買いたいですね。10分以上しっかりアドバイスができるかなと思いますので、よろしくお願いします。はい、ではお願いします。はい、今トレーナーのお仕事をしていて、はい、軸としては3つございます。まず1つ目がオンラインです。オンラインでオンラインレッスンを配信、動画を配信していて、それが今現在会員が1600とか700ぐらいになります。月額は8800円になります。2つはこれは対面でのパーソナルレッスンになります。でもう1つが産後ママ向けのオンラインのパーソナルレッスンを所属したトレーナーが配信させていただいて、このパーソナルレッスンはオンラインですか、リアルですか。リアルです。リアルです、はい、産後ママの方っていうのは別の人間がお一人でやってるのか、そこに所属してる人がいらっしゃるのか。一応所属していただいて。お一人ですか。はい、はい、OK です。はい、でパーソナルに関しても今のところトレーナーは一人。はい、じゃあ別の人間がやってることですね。はい、はい、で向かう先としてはオンラインの会員数をまずしっかりと増やしていきたいなと思っていて、はい、来年の6月までに3000人を目指しております。で、あとは今パーソナルレッスンと産後ママの飽和状態で体験が受け付けられないので、トレーナーを増やしていきたいなと思っておりまして、はい、アカデミーを開催したいなと思って、それに向けて動いています。今やっていることとしては、その会員数を増やすっていうところで結構伸び悩んでいて、増えたり減ったり、だいたい毎月100人増えて100人減るぐらいの感じなので、はいはい、来年の1月に会員サイトを大幅にリニューアルをする予定です、はい、なのでそれまではちょっと増やしきれないというか、そこでがっつりお客様を取っていきたいなと思ってるので、今守りに入ってる状態になります。はい、ちょっと追加の質問させてください、はい、この会員数が増えないっていうのは、100人増えて100人減ってっていうのはどれぐらいの期間その状態が続いてますか、硬直状態が続いてますか。半年ぐらい続いてます。6ヶ月ですね、はい、じゃあ今ちょうど拮抗するところなんですね。 OK です、はい、あとは先ほどお話ししたアカデミーに向けて、アカデミーの開催の準備をしています。それが開催したらトレーナーをそこから取っていきたいなと思っていて、はい、でちょっとここが相談のポイントになってるんですけれども、はい、どのような形でスケールしていこうかっていうところが悩んでいます。はい、軸がオンラインでやっているので、はい、今地方レッスンに行ったりもしているんですけれども、はい、各地にお客様がいるので、地方に一人一人の所属トレーナーを増やしていくのか、もしくは東京で所属トレーナーを増やしていくのかっていうところで、まだ地方を描く段階じゃないですね、うん、じゃあこのアカデミーについて思ったことを言いますね、はいはい、そもそも僕だったらアカデミーやらないです。というのも、どこの人をどこまで育てたらその人にお客さんつけられる状態になりますか。すでにトレーナーでやってて店舗を持ってる人なのか、はい、それかもうこれから先生のようになりたいって言って、もう私もパーソナル覚えたいっていうゼロベースなのか。そうですね、基本的にはゼロベースで考えました。ですね、エラーが重すぎますね、うん、そもそもやって思ってたのと違いましたみたいな部分が出てきたりだとか、うん、つまりこれってパーソナルレッスンだったり産後ママの方にあてがうようなイメージですよね。そもそもパーソナルトレーニングをやっていなかった、トレーナーとしての接客すらもやってなかった人間をどう選択して育てていくかっていう部分で、育っても辞めるかもしれないし、うんうん、ビジネスも一人でやるわけじゃないですか。要はゼロベースの人が来すぎてしまう可能性が高いので、はい、僕だったらすでに市場にあるパーソナルトレーナーさんでうまくいっていない女性トレーナーさんを集めて、そこにあてがうだけにします。そうするともうすでに接客やっていて、集客ができてないからうまくいってないよね、接客は申し分ないよね、容姿スタイル全部素敵だよね、だけど集客力をおろそかにしてきた結果だよねってところに集客力つけてあげるだけにするんですよ。まさにその2人がそれで飛んでる。ですよね、だからうまくいってるんですよ。しかもゼロベースでやっていくと学ぶまでのコストがかかるわけですよね。でその間マネタイズをグッと抑えるのか、それともお金をいただきながら教えるとするじゃないですか。ゴールはそこで食べていけるように私のパートナーになりませんかみたいな状態ですよね。お一人やってますか。一人やってます。無理ですよね、アカデミー今現状、今の組織だと。そうです、一応最近社員さんを雇ったので、はいはい、もうちょっと転用になった。アカデミーをテンプル化しなきゃダメですね、はい、まだこれチームの段階なんですよ。チームと組織っていう考え方が僕の中にはあって、チームって何なのかっていうと、アカデミーとか新規プロダクトを優秀な開拓力がある、事業構築力があるメンバーで構成するのがチームですね。で組織っていうのはすでにそのチームが作った事業をテンプレ化して、毎日同じことをやっていればお給料がもらえるよっていうような状態まで落とし込んだ作業をやってくれるのが組織ですね。でこの
アカデミーの立ち上げ期っていうのはまあ大変なわけですよね。それをやれるチーム組織がバックオフィスにあるかと思うと多分ないと思うんですよ。だから今現状手を出すことではないっていうのは正解回答ですね。いや単純にここのパーソナルレッスンリアル、産後ママオンラインリアル、ここの再現性がすでにあるのに新しくやりたいですって言ってるんですよ。僕今もう01ができたことを1から5まで丁寧に再現性やりながら言語化していったら、それを5から100までやればいいじゃんってことをずっと言ってるのに、また01やりたいって言い出してる案件ですね。でこのアカデミーやりだしたらオンラインレッスン立ち上げた時ぐらいに結構リソース割かれるんで、結構今もう動いてしまっていて、はい、僕だったら買いたいですね。僕だったらですよ。だって明らかゼロから育てるって大変というか育ってもやめるんですよ。だってこの2人はもうすでに一周回ってるわけですよ、うん、僕が自分の組織で絶対新卒採用しない理由っていうのがあって、新卒採用してそこにどんなにいい環境を与えて、お給料を素敵にしてあげても比較対象が過去にまだないんですよ、うん、新卒採用って、うん、でもここの2人が安定して残ってるっていうことだったら、過去の人生軸の中で先生の近くで働くっていう状態と比較した過去と照らし合わせて、結果先生の近くにいた方が学ぶよね、私たちの未来があるよねっているはずなんですよね、うん、ただここって過去の比較対象がない人たち、新卒じゃないんですけど、要は起業っていうジャンルにおいて新卒採用に近いような状態になるんじゃないかなと思っていて、僕だったらここをやるんだったらいきなり社員ベースでやるんで、お金をいただきながらやらないっていうことですね、はい、なので僕だったら既存のパーソナルトレーナーさんで女性でやってる人でうまくいってない人たちからコンタクト取って、はい、そこに私たちとやってみないかっていう部分で面接入れてって、お客さんつけてあげて、こうやってやっていけばいいんですよって教えてあげて、そこで継続的にお客さんを送り込んでパーソナルシップを結ぶっていうようなやり方にしてますね。つまりすでにある再現性をまたやり直していくだけです。いやこれマジでやりだしたらちょっと地獄だと思いますよ。カオスだと思いますよ。アカデミーみたいな感じで告知してわーおいでってみんなで食べられるようになろうみたいな言い方絶対しないんですよ。僕だったら、あ先生のところ第一に飛び込みたいんでもう仕事辞めてきましたわって言われたらどうします。ちょっと覚悟の違いに、でも向こうからしたら本気なわけですよね、はい、その技術自体はどれぐらいで覚えられるものなんですか。できないので本当に時間ですよね。だから今アカデミーでいきなりやる段階じゃないですよ。ここで何店舗かやっといて、教育マニュアル立ち上げた時の接客マニュアル、トークスクリプト全部作ってからアカデミーなんですよ。いやできるパワーはあるかもしれないですよ。でもここがやっと機能するのに単純に 2,3 年見た方がいいです。ただこっちのやり方をしたら3ヶ月後にはもうマネタイズできてます、はい、起業初期ですね、売上がご実績1600人の会員の、ね、8800円なので売上ってのもあると思うんですけど、重いものをやればやるほどマネタイズが後ろにずれていくって思っていただくといいと思います、ね、だからここ 2,3 年が年商上がらなくても平気なのかっていう部分を受け止めた上で、ちょっとカオスのところに身を投じるって言ったらこれでやれば別にいいと思いますけど、僕だったら絶対やらないですね。はい、すみません。1月に出版を予定していて、はい、素晴らしいですね。インスタでしか活動していないんですね。なので発信を増やした方がいいのかなと思うんですけれども、増やせるなら増やした方がいいですね。出版もそんな簡単じゃないんですよ。ただコンテンツ的に売れやすいですね、本が。マスノもコンテンツなので、ただじゃあ発信増やしたいです、増やした方がいいと思います、増やせるんですか。増やせないですよね。だから組織がまだできてないんですよ、はい、メンバーをちゃんと構築していった方がいいですね。だから順番が事業構築のフレームワーク入ってないので、いきなりトリッキーなところに行ってしまう。非常にね絵面がいいんですよ、ものすごくいいので。今のオンラインレッスンってインスタで撮ってる感じなんですか。あ、なるほどですね。きっと運用が素晴らしくお上手に機能してるんだと思います。ただ僕からするとインスタ何個目ですか今やってるのって。はい、 OK です。当たっちゃった人なんですよ。当てに行ったんじゃないんですよ、当たっちゃったんですよ。うん、はい、初めてのプロダクトですか、はい、だから勝てなかった時期とか何やってもうまくいってない理由とかって分かんないですよね、まだ。ここで感じ取ったらこれ重いっすよ、いろんな人の人生巻き込むから。僕がもう散々ダメだった時期も分かったから、やっていいこととやっちゃいけないことっていうのが、要は自分の首を絞めるコンテンツと自分の首を絞めないコンテンツってのが明確に分かるんですよ。当たっちゃった人だからうまくいってるところしかイメージできてないから、アカデミーをやりやすした時に何がしんどくて何がカオスなのかめっちゃ怖いなと思ってます。今やらなきゃいけないのはオンラインサロンを活性化させながら書籍出版が来ちゃいますよね、はい、だからその来ちゃう書籍出版を乗り越えながらオンラインコミュニティ、オンラインレッスンの方に動線を引き直すこと、
で、その2つの動線にすることで、時間があるんだったら Twitter とか YouTube をやってみること、はいはい、ただ YouTube はとにかく重いです、うん、はい、でそしてパーソナルレッスン、産後ママのオンラインサロン、この再現性、要は同じ人たちがもうどうしたらもう2人目、どうしたら3人目、4人目、5人目ってなっていくのか、でこの人たちを増やすために一緒にグループで勉強しようっていうのがアカデミーになると思います、うん、ただ今この段階に行くまでに、ここを育てる教育マニュアルと現場で話しているトークスクリプト、なぜこれがうまくいっているのかっていう KPI ですね、ここを出すのが先です、はい、それができないとアカデミーには僕だったら手を出さないですね。結構起業家さんって自分が作ったコンテンツで首絞めたり窮地に追いやってる人がいるんですよね。自分で思いつきでやり出して作らなきゃよかったっていうのを2年後3年後に思ってる人が結構多いので、それさえなければ事業って成功しかないんですよ。金額的にはそんなにリスクはないと思います。ただ集めてしまった人たちをどうするのかっていうリスクですね。はい、 OK でしょうか、はい、なのでそれをベースにもう一回設計設定を見直してみてください。あともう売上規模があるんで、よかったら顧問来てください。その方が早いかなと思いますね。はい、こういう壁打ちを3ヶ月に1遍とか入れるので、マジでこれやる前でよかったと思いますよ本当にやばかったですね。ということで、はいはい、順番だけ気をつけていただいて、はいはい、やってみてください、はいはい、はい。じゃあもう一回ちょっと検討してください、はい、お願いします。はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。